はいどうもゆきです。ゲンガー一匹縛りでポケモン全作品を実況プレイ、ポケモン赤続きやっていきましょう。前回無事にうちのぼっちくんが、はい、ゴーストくんに進化しました。ゴースからゴーストに進化しました。特殊がめっちゃ高いですね。でポケモン赤の時代って攻撃防御素早さ特殊なんですよ。特攻と特防っていうのがなくってまとめて特殊になってたんで、実は結構ね特殊能力というか特防も高いっていうのがこの子たちの特徴だったりとかします。っていうことでゴーストになったんで、早速ゴーストくんもゲンガーくんに通信進化させてみたいと思います。ってことで以前と進化の手順は一緒ですね。ポケスタ2を使ってポケスタ2の、こちらのポケモン研究所を使って進化をさせていきたいと思います。はい、ゆうきくんですね。こちらのカセットを使って青バージョンに移動させて進化させます。まあ、ポケモン交換こちらで、はい、交換サービスね。青持ってきて、で使うのがこちらのうちのぼっちくん。手持ち1匹しかいないけど交換するんですね。すごいですね。したらじゃあ以前送ったバイバイくんを一旦戻しましょうか。さあこの2匹を通信すると、これによってもうね本体の通信ケーブルがなくても64で進化できるっていうね、非常に便利なシステムなんですよ。まずはバイバイくんこっち来た。はい、でゴーストくん行ったんだけど、こんな感じで進化するんですよ。可愛くないですか？しかもベロベロベロボンのところが。ちょっと進化演出とかもポケモンの赤の頃とはまた違っていていいですよね。ってことで、あ、やめ、レポートしてやめるやんちった。そしたらもう一度バイバイくんを送って、はい、で今度はぼっちくんを選んで送り返してもらいましょう。いや、便利だよな、このシステムマジで。友達いなくてもできるもん、これ。俺みたいに。ねえ。悲しいけど。うちの名前つけたぼっちくん、名前つけてるけど僕もぼっちっていうね。オッケー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 。これでゲンガーが戻ってきたので、これをそのまんま赤のカセット、普通にプレイすると、はい、こんな感じで、ぼっちくんが、はい、ゲンガーくんに進化しました。この頃のフォルムがね、ずんぐりむっくりしててすっごい可愛いんですよね。っていうことで、かなり能力的にも、さっき特殊が71だったっけ？上がってますね。素早さも結構高くなってますね。攻撃が低いのは全く問題ないんで OK です。そしたら今回からこちらのゲンガーくんで旅ができるっていうことでね、やっとゲンガー一匹縛りみたいになってきましたけど、行きましょうか。花田の洞窟塞いでましたね今。でここで確かライバル戦があったよな。ありました、来ました。よう、ゆうき、こんなとこうろちょろしてたのか。俺なんか強いのすごいのいろいろ捕まえちゃって絶好調だぜ。どれどれ、ゆうきはなんか捕まえた？見せてみろよ。まあ、びっくりすんだよ。まあ、通信進化のポケモンこっちは持ってるからな。まあ、小学生の憧れの的だったからな。通信進化できるのすげえって。通信ケーブル持ってるだけでヒーローになれたんですよ。クラスの中で。おっと、ピジョンは。でもピジョン。ぼっちくんいいね。こっちから見るとさ、なんか巨大マックスしてるみたいにすごい大きい感あるよね。なんかズシーンってしてる感があって可愛いんですよね。オッケーオッケー。で、ぼっちくんはレベル30まではとりあえず、おっと、下で舐める効かないのか、これ。じゃ、ナイトヘッド攻めだな。え、ぼっちくんはレベル30までは言うこと聞くんですよ。花田ジムの、あの、ブルーバッジのおかげで。なんで、そこまでは言うこと聞くんですけど、明日で舐める聞かないのか。ちょっと待って待って。そうしたら、なるべくレベルを上げないようにして、とりあえずジムを攻めていきたいっていうことで、ここら辺はナイトヘッド、おーっと、避けられた。ナイトヘッドでガンガン攻めていきましょう。でも、ケイシーとかさ、よく育てたよな、グリーン。最初の方で戦えないポケモン嫌だって言いそうなものなのに、よう頑張って育ててますよね。で、ナイトヘッドってね、ノーマルタイプにも効くんですよ。全タイプに有効というか、ね、なんか、めっちゃ効くんで、非常に便利技ですよね。オッケーオッケー、あとはゼニガメ。お前まだゼニガメなのか。こちとらぼっちくんゲンガーだぞ。すごかろう。すごかろう。でも、レベル上げらんないから、ちょっと、かなり怖いんだけどね、この後一匹縛りだけし、一匹縛りだし。違う、もうぼっちくんね、ゲンガーに進化したのでテンション上がりすぎてて、下回ってないんだよ、今。なんだよ、ムキになっちゃって。わかったわかった。オッケー。へへーん。俺、まさきの家に行って、珍しいポケモンたくさん見せてもらっちゃったもんね。おかげでポケモン図鑑のページが増えたぜ。それで増やすのずるじゃね。何しろまさきは有名なポケモンマニアだからな。パソコン通信のポケモン預かりシステム、あれもまさきが作ったんだぜ。お前も使ってるんなら一度お礼に行けば？しっかりとここら辺はね、礼儀正しいんですよね、グリンク。もっと道草食ってる場合じゃないぜ。じゃあな、バイビー。このバイビーがね。
バイビーが懐かしいセリフですけど、このまま上に行くと廃人ロードがあるよな。廃人ロードじゃないな。このチャレンジロードだっけ？なんだっけこの道。この橋は人呼んでゴールデンボールブリッジ。あ、全然違った。5人勝ち抜けば豪華な商品がもらえる。さて、お前に抜けられるかな？余裕よ。オッケー、全員抜きました。お見事、5人抜きおめでとう。商品にこれをプレゼントしよう。金玉ありがとうございます。ところでここだけの話、ロケット団に入らない？俺たちはポケモン悪いことに使おうっていうグループだ。堂々としてんな。入りなよ。入らないの？入ってよ。入れよ。断るって顔してんな。それなら無理やり入れてやる。おお、やめろやめろ、無理やりは良くないぞ。ちゃんと合意の上入れとけ。ここはレベルどんくらいなんだろうな。いや、みんな無知持ってんな、ロケット団。ああ、口が可愛いな。あ、レベル15。まだまだでござるな。さすがにね、ぼっちくんが言うこと聞いてくれてる間は大丈夫。ただ残りレベル2なんだよな。やばいんだよな。ここ経験値稼げすぎるんだよ。それだけの腕があれば、ロケット団でも偉くなれるのにもったいないぜ。まあ、ロケット団で偉くなってもな、そのうち、いろんな団出てくるからな。ねえ、いろんな悪の組織見てから入るとこ決めたいですね。いや、悪の組織入る気満々かいって話なんですけど。マザマシン45、これなんだっけ？まあいいや、とりあえずこのまんまマサキんところまで行っちゃおうかな。やべ、ちょっと待って、レベル30になっちゃわないかな。やばいんだけど。やめてよ。あぶねえ、残り。え？大丈夫かこれ。せめて事務船1個は行きたい、このレベルのまんま。ちょ、怖いな。とりあえずマサキの家には来た。マサキの家ね、ミサキの小屋。はい、こんなとこに一軒家持ってるのすごいね。あら、まあ可愛らしいポケモン。こんにちは、僕ポケモン。じゃわい。ワイはまさき、人呼んでポケモンマニアや。あ、なや、その目は。あんさん信用してへんな。ほんとやで、実験に失敗してポケモンとくっついてもうたんや。お前、何の実験してんだよ。お前、もしかして、人体、え？人と人と、え？勘のいいガキになるよ、こっち。な、助けてくれへん？やめとこうかな。そんな、冷たいこと言わんといて。よっ、色男、憎いね、大統領。ほな、オッケーやな。決まりや、強引だな、このゲーム。Y が転送マシンに入るさかい、分離プログラムを頼むで。さあ、そこのパソコンや。オッケー、任せとけ。安心して入っといてくれよ。任せといてよ。任せといて。じゃあね。マジで追ってこねえな。これじゃあねして、え、戻ってる？どうなるんだ？こんにちは、僕、最初からになるんかい。お前そこはさ、なんか、なんでどっか行くねえみたいな突っ込みをして欲しかったんだよ。ちょ、分かってないっすね、こいつお笑いっていうもの。ダメですね、しょうがねえな。ゆうきは転送マシンの分離プログラムを起動した。でもさ、これ混ぜられた側のポケモンもたまったもんじゃないよね。ねえ、まさきかわいそうっていうか、僕のポケモンかわいそうだし、ポケモン出てこないし。どうなった？お前犠牲になったんじゃねえだろうな。いや、おおきにおおきに助かったわ。ねえ、あんさんわてのポケモンコレクション見に来たのちゃうんか？なあ、おもろないな。ああ、せや。俺っちゅうのもなんやけど、これやるわ。船のチケットありがとうございます。口場の船ですね。今、口場の港にサントアンヌ号が来とんのや。ポケモントレーナーも行さん来るらしいで。いや、やめてほしいんだよ、行さんくん、ほんとに。勘弁してほしいんだよ。チケットもらったのはいいんやけど、パーティーとか好きやないからな。代わりに行って遊んでーな。いや、戦いたくないんすよ。まさきさん、わかります？僕はね、レベルを上げたくないんですよ。この辺アイテムとかもないか。じゃあ、花田戻るか。気聞かせた感出してるけど、戦いたくないんだよな。かわいそうなことに、この家は泥棒に入られたんだ。犯人は分かっとる。ロケット団の仕業だ。警察としてもロケット団の悪事にはほとほと困っとるのだ。っていうことで、ここ入れるようになったんで、上にロケット団いるやんけ。捕まえろや、警察。ロケット団、ポケモンに穴を掘らして、きっとまた悪巧みを考えてるのよ。いや、上にいたら、警察捕まえろ。ちゃんと捕まえてくれ。く、ロケット団め、俺の家をこんなにしちまいやがって。盗まれた技マシンは、マンキーやサンドに地面に穴を掘る技を教えるものだ。あれは高かったのに。いや、いるよ、そこに。ねえ。ほら、いるよ、ここに。いいの？あ、こら、人んちの庭入るなよ。お前、ブーメラン？え？俺？ただの通りすがりだ。全然怪しくないよ。怪しい。うん、怪しい。大丈夫か？大丈夫か？大丈夫か？もう30になっちゃったー。でも30以下が言うこと聞くんだっけ？ 31 になったらアウト？まあ、それならまだ大丈夫か。いや、参った。もうしないよ。見逃してくれ。いや、技マシン返すよ、お前。わかった。盗んだ技マシンも返すよ。いや、後ろ向きながら言うなよ。こっち見ろ。それじゃあ、俺は退散するから。バイバーイ。バイビーって言っとけ、そこは。グリーンさんリスペクトしろ、ちゃんと。したら、どっちだっけ？これ南側だっけ？なんか右の方行くと、
あれだよね、サンダーとかいる無人発電所とかありましたよね。したらこのまんま行っちゃって、確かここの真ん中を降り、あ、違うわ、ここだわ。この左の建物だ。この上に段差のところがあって、あったあったあった。こっちから降りていくと、これこれ、この建物。これがね、初代のポケモン育て屋さんなんですよ。私は育て屋さん何か育ててみるかね。いや、結構です。大丈夫です。でも、初代の育て屋さんってどこで育ててるんだろうね。育てるスペース一切ないんですけど。庭とかもないしね。どこで育ててんのって話なんですけど。で、こっち？私、真面目な警備員。はー、喉が渇いた。おっと、そっちは今通行禁止だよ。しゃねえな、パシられるか。いや、でも、これ、しばらく買えないんだよな。確かこっちからだっけ？地下通路で花田から口場に行ける。ここですね。なんかダウジングとかあったらなんか拾えるんじゃなかったっけ？ニドランメス持ってる。ニドランメス、ニドランオスっていう歌があったんですよ、昔。じゃ、この地下通路を通って。ここここ。出た出た出た。地下通路は薄暗いから落とし物多いんですって。なんかいろいろ A ボタンを押してるとアイテム拾えたりしますよね。んで、この草むらたちを抜けると。めっちゃ待機してる。ゲンガーレベル31になる気するんだけど。事務船また大変なことになるじゃん、事務船。本当に嫌なんだけど。私？付き合ってもいいかな。いや、こっちは付き合って欲しくないんだよ。やめてくれよ。付き合ってもいいかなぐらいの感覚なら付き合うんじゃねえ。危ねえ危ねえ。レベルまだ30だった。ギリギリなんとかなってる。目で、31になるってこと？それはそれで嫌だな。じゃあ一旦人身売買して、てかいろんな街で色違うのもこれちゃんとしてますよね、本当に。この頃カラーなかったのに、ゲーム場に。ノーマル色というか、グレー色のあれしかなかったのに。あとは、ここで確か自慢話を聞くと、ここじゃなかったか。あ、釣り親父？ちょっと待って、これ釣り好きです。釣り好きなんで。あ、いや、ボロの釣り竿か。いい釣り竿以上が欲しいんではないっこ。波乗りできるポケモン捕まえないと移動手段なくなっちゃうんで。それは必要なんですよ、こっからの足に。ポケモンタクシーとかね、波乗りとかね、足にしか持ってないですね、この男。こちらポケモン大好きクラブ、ポケモン好き誰でも歓迎。大丈夫、ゲンガーは大好き。あとのポケモンに対する扱いがこの男ひどい。出た出た出た。パウアウ、これ何なのって感じだよね、これ。ゴマちゃんみたいな感じだよね、フォルムが。私の愛しいパウアウ、抱きしめるとキューって泣くのよ。それ苦しいんじゃないの？大丈夫？苦しんでない？ポケモン大好きクラブの会長はわしじゃ。飼ってるポケモンは100匹をこれ取る。飼ってるって言うな。お前ペットじゃねえんだぞ、ポケモンは。パートナーだぞ。ポケモンに関してはほんとうるさいですぞ。で、君はわしのポケモン自慢を聞きに来たのかね。しょうがねえな、じいさん聞いてやるよ。そうか。では早速始めるか。あのな、わしのお気に入りのギャロップがな。で、なんか、可愛くてな、たまらく。さらにもう、すごすぎね。そう思うか。どうして好き？ああ抱きしめて、寝るときも、じゃろう？素晴らしい、美しい、ありゃ。もうこんな時間か。だいぶ喋ってたんだな。ちょっと喋りすぎたわい。わしのポケモン自慢をおとなしく聞いていたお礼に、これは気持ちじゃ。出た出た出た、引換券。これでチャリンコ買えるよ。その引換券でタダで自転車がもらえる。何？わしにはお気に入りの鳥ポケモン、鬼ドリルがおる。行きたいところへ一飛びじゃ。だから自転車などいらん。でもあの自転車100万すんだよ。すげえよな。自転車は君が好きに乗ったらええ。100万するものの引き換え券、ただでくれんだよ。自慢聞いてくれただけで。どんだけ聞いてくれる人いないんだろうね、周りに。ピカチュウもピッピになってんな。何を？うちのピカチュウの方がその倍は可愛いわい。まあ、そんなこと言ったらこっち4倍ですけどね。うちの会長は本当ポケモンにうるさいの。だいぶ困ってそうだね。秘書の人かな。本当うるさいんだけど、みたいな感じで言ってきたね。したら自転車だけさっきもらってきちゃうか。自転車屋さんどこだったかな？ここでしたっけ？草むらも洞窟もスイスイ、ミラクルサイクル、ここですね。100万する自転車が売ってる店ですよ。いいねいいねいいね、めっちゃ置いてあんね。この店の自転車、物はいいけど高いよ。僕には買えないね。まあ、これ買うんだったらバイクとか車買うわな、その値段なら。やっぱりママチャリかしら。マウンテンバイクに買い物カゴ似合わないもん。まあまあ、100万のよく買えるな、そんな簡単に。あー、それは、自転車引換券。わかりました。ささ、これをどうぞ。やばいよな、これくれるって会長。マジ金持ちすぎる。ありがとうございます。もう一個買いたいな。いや、こんにちは。自転車の乗り心地はいかがです？あの自転車なら、サイクリングロードはもちろん、洞窟だって走れちゃう。洞窟走れる自転車っていうのも異常ですけどね。じゃあ早速使ってみるか。自転車が、船のチケットじゃない。自転車上持ってきておきたいな。このね、セレクトボタンを押すシステムで、すごい悪いこといっぱいできるんですよね、この初代ポケモンって。いい！あ、BGM がいい。
トゥルルトゥルトゥン、トゥトゥン、トゥルルル。わー、懐かしい。違う、ポケモンセンターじゃねえんだよ。プチマに戻りたいんだよ。めちゃくちゃ懐かしい BGM が。あれ？ちょっと待って、どこだ？え、どっから戻る？え、泥棒に入られた家？どこだっけ？OK、ただいま、と。で、ここのジムがすぐに行きたいんですけど、居合切りないとね、通れないんですよ、ここ。で、居合切りを手に入れるためには、サントアンヌ号に乗って、船長からなんか居合切りのひねましもらわないといけないんですよね。なので、一旦船に乗りに行きたいと思うんですけど、船の中トレーナー山ほどいてレベル上げすげーしてくるんですよ。なので、なるべく会わないように気をつけながら行きたいですね。ようこそサントアンヌ号へ。だからどっち見て喋ってんだよ、お前。ちょっと待って、お客さんチケットは？船のチケットを見せた。はい、結構です。ようこそサントアンヌ号へ。はい、お邪魔しまーす。いいね、いいね、いいね、いいね。この BGM 好きなんだよな、割と。いいね、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 いいね。出発はまだしないの？この船のお客は長旅に退屈してる。暇つぶしに戦いを挑んでくる人もいるかも。いや、暇つぶして戦わせるな、ポケモンを。しょうがねえな、とりあえず船長を探すか。ボンジョー、私はこの船のボーイです。遊戯ボーイ、ご用は何なりとお申し付けください。無口な方ですね。レッドさんは喋りませんからね。ゆうきさんですけど。こうやって船も探検できるんだけど、いかんせんこいつらね、全員戦い挑んでくるんですよ、確か。この上の人も戦うのかな？パーティーもそろそろ終わるし、船の出発の時間だな。あ、こいつだけか。あとは基本戦う奴らだったよな。なるべく戦いたくないんですよね。あ、来た、グリーン。今回グリーンとめっちゃ戦ってんな。ボンジョー、ユキ。おいおい、こんなところで会うとは。ユキ、招待されてたっけ？されてるんすよ、実は。それでポケモン図鑑のデータ集まったか？俺なんかもう40種、40種類すごいな。これ何種類なんだろう。道一本違うだけで取れるポケモンも違うぜ。ちゃんと草むら入って探してみろ。基本バトル避けてるから。もう、絶対レベル31になる。絶対言うこと聞かなくなる。ちょっとグリーンが姿変わってる。いいね。ピジョンを繰り出した。あーでもまだレベル19。まだ全然いけるけど、こっちに感染一体。しかもレベル31になったらやだな。怖いな。この戦いなんとか30にしといてくんないかな。ずっと30にしといてくんないかな。オッケーオッケーオッケー。あのね、バグで、レベルを下げるみたいなバグもあるんですけど、基本あのパート1で言った通り、1回だけ使うけど、その時以外はバグは一切使いたくないんで、ちょっと基本的にはそういうこともしないでいきたいと思います。視聴者さんにね、おっと、命令を無視した？もう反抗期来たよ。来たよ。でもまだ言うこと聞いてくれてる。視聴者さんとか DM で、こういうバグありますよ、つって、レベル下げられますよって言っていただいたんですけど、すいません、そんな感じなんで、そこのバグは使いませんよっていうことで。ユンゲラーさんは人と、うん、あ、何に使ってきた。まあ、一生テレポートしとけよ。マジか。じゃ、ナイトヘッドでとりあえず削っていくしかないなし。うわー、ダメージでかい。念力やだ。あ、催眠術聞かせろよ。催眠術聞いてくれよ。聞いたらめちゃくちゃ強いのに。やばいぞ、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 やばいぞ。いや、結構厳しいぞ、これ。弱点はさすがにしんどいぞ。混乱しとけ。うわー、まずい。まずいにゃん。やばい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 。一回回復するか。これは普通に死にそう。いい傷薬使って、一旦回復させていき。よし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 。そのまま一生自傷行為しとけ。ナイトヘッド打っていく。オッケー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 。このね、レベルが31になったから言うこと聞かないんですけど、それでもあんまりレベル高いと思って言うこと聞かなくなっちゃうんだけど、レベル差がちょっとぐらい、31とか35とか、そのくらいだったらある程度は言うこと聞いてくれるんですよ。まあ、なんでね、相変わらずレベルはなるべく上げないっていう方針でいきたいんだけど、OK、カメル撃破。よし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 。今回ライバル界になってきたな。OK。ふん。とにかく、ポケモンはそこそこ育ててるようだな。そうっすよ、育ててますよ、ちゃんと。居合切りの名人が船に乗ってるって言うからよ。会ってみたらこれがただの船酔い親父。でもこの技がまた使えんだよな。お前も会ってみるといいぜ。じゃあばよ。いいな、口場ジムいけんじゃん、お前。ちょっと俺も居合切り欲しいんだけど。居合切りゲットしたらタクシーさん連れてこないですね。ゴミ箱の前にいるんだよな。あんまり見ない方がいいみたい。吐砂物があるんだよな。船酔いですっかりダウンだ。苦しい。ゆうきは船長の背中をさすってあげた。優しい少年よ。いや、スリースリー、ちょっとなんかやらしいな。うん、ありがとう。だいぶ楽になったみたいだ。なになに？なんだ、秘伝の技を見に来たのか。元気な時なら自慢の居合切りを見せるんだがな。そうだ、代わりにこれをあげよう。
これを君のポケモンに教えればいつでも居合斬りが見れる。ありがとうございます。居合斬りの秘伝マシンですね。これ楽になったし、そろそろ時間だ。もうすぐサンターンは出発するよ。また口場に来る時までごきげんよう。オッケーオッケー、これで事務船行けますね。じゃあもうこんなところには用は一切ないんで帰ります。はい、もういいですよ。さよならですよ。あ、長旅、もう知らない知らない知らない。もう戦いたくなかったから全部避けたから。はい、行ってらっしゃーい。何のために船乗ったんだろうね、この男は。もうほんと、居合斬り取るためだけだよね。他のお客さんとかさ、旅行行くぞーって言って楽しみに乗ってたんだろうけど。こいつ船のチケットもらっといて、乗って出発前に降りてって、なんか映画上映前に映画館出るみたいなプレイしてるからね。普通に謎ですよね。この人もあれなんで出てきたのって思ってるでしょうね。船は出航しました。事務的。事務的な言葉しか言ってくれない。オッケー、じゃあ今回ここまでにしておこうか。なんかライバル戦みたいな、ライバル会みたいな感じになっちゃいましたけど、次回ここの居合斬り通ってマチスさんと戦いに行きたいと思います。じゃあよければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。